なんかいいこと起きそうだ。まだ夢見心地って顔だな。今日のコンサート、楽しかったか？あんな風になりたい、ね。ま、いいんじゃないか。じゃあ、世界一のオーケストラ、作るとするか。ほら、起きろ。起きろってば。けどな。まだ夢の中みたいだな。そんなに爆睡できて羨ましいよ。進路指導表まだ提出してないんだろ。早く出してくれって言いたいけど、書いてもいなさそうだな。雑誌読みふけって寝てるようじゃ。よだれ垂らしてないか焦るなら、開きっぱなしで寝るなよ。また月白系。よく飽きないな、君も。何度も聞いたよ、その話は。子供の頃に聞いて憧れたんだろ。月白系のバイオリンに。いくら憧れたって、別世界の話だよ。君が中学の時に入ってたオケだって、うまくいかなくて解散したんだろ。忘れるわけないさ。学院の合格発表の日、あんなことがあったのに。合格、か。まあ、こんなものか。ん？ちょっと待て。なんで俺のマフラーで涙を拭おうとするんだ。はあ、あの時隣に立ってたのが運の月だった。まさか入学してからもずっと面倒を見る羽目になるなんてな。覚えてないのか。俺が泣かせたんじゃないかと思われて散々周りに言われたってのに。君が音楽科を受験するタイミングでオケが解散になったり、風邪で熱を出したり、不運続きで実力を出し切れなかったのかもしれないけど、不合格になったのも運命みたいなものさ。音楽科に受かってたってオーケストラ部に入れてたとは限らないし。今、3時40分だけど、オケ部の入部テストがある？そのために夜更かしして練習したって。でもそれって。ねえ。
そこ、試験中だぞ。無駄口を叩くな。次のもの、入れ。何？お前、普通科じゃないか。もしかして、去年も来てた生徒か？あの時も言ったはずだかな。見ての通り、うちのオケ部は入部希望者が殺到してる。全国コンクールの常連校だからな。音楽科からだって入部する部員を絞ってるくらいなのに、普通科を入れるわけがないだろ。さあ、冷やかしなら帰れ。バイオリンを弾きたいだけなら、駅前でも公園でも好きに弾けばいいさ。それでは次のもの。しつこいな。先も後も関係ない。なんだ袖を掴むな。熱意は誰にも負けない。知るものか。うちはお前なんていらないって言ってるんだ。別に待ってたわけじゃない。集めた進路指導表を先生に提出してきたら、偶然タイミングが同じになっただけだ。ひどい顔だ。ほら、帰ろう。はあ、今日もくたびれたな。寮母さんが今週まかないはなしって言ってたから、何か用意しないといけないし。お？おうおうおう、待たせたな、青少年。さあ、乗ってきな。え？特等席が空いてるぜ。え？やだな、とぼけちゃって。え？マジ？忘れちゃってんの？まさか本気で？ちょっと冗談きついんじゃない？ほら、約束したじゃん。世界一のさ、オケ作ろうってさ、あの一番星に誓ったろ。ちょ、完全忘れてるな。冗談とかでもないな。ショック。俺信じてたのに。モテ遊ばれてたのか。ああ、俺のピュアな心は粉々だよ。突然現れて一体何なんだ、あんた。話したくない。名前なんてさ、一ノ瀬銀河ですとか言ってもどうせ忘れてるに決まってるし。うわぁ、めんどくさいなこの人。て、一ノ瀬銀河？あの指揮者の？
だろう。ってちょっと待て待て、完全に過去にしてないか。信じられない。一ノ瀬銀河といえばブダペスト芸術コンクールで日本人初の優勝を果たした期待の若手指揮者、将来の活躍が約束されたようなものだと言われていたのに、完全に目が死んでる。指揮者って募集少ないし、ちょっと人生を謳歌してたら居場所がなくなっちゃってさ、食いっぱぐれながら苦労を重ねて、あの夜から苦節7年、ついにチャンスが巡ってきたわけだ。シブチンで有名な日本オーケストラ協会が学生オーケストラを作る予算を出したんだよ。そしてそのオケの音楽監督、つまり指揮者に抜擢されたのが他ならぬ俺だ。やったな、ついにあの時の約束を果たせる日が来たぜ。誰にも縛られない最高のオーケストラを俺たちの手で作り上げるんだ。え？なんだ？妙な顔して。普通科だからなんだ、あんな小さいこと気にすんな。もっとグローバルに、ワールドワイドにものを見ろよ。でも都合が良すぎるっていうか、うさんくさいだろ。とても信じられない。なんだ、しょっぱい顔してるとしょっぱい運勢しか巡ってこねえぞ。まあいいや、これでバイオリンを2人ゲットと。2人？なんで俺までカウントされてるんですか。手見りゃわかる、お前もバイオリニストだろ。あ、篠森先生との約束の時間すっげえ過ぎてる。やべ。じゃあ続きはまた明日な。はい、もしもし。ああ、もう今この瞬間に着くとこ。ほんとほんと、超目の前なんで。一体何だったんだ、あの人。オーケストラ作るって本気で言ってるのか。仕方ないだろう、昨日の話が気になって寝つけなかったんだ。はあ、やっぱり今日はかったるいし、サボって帰ろうかな。ねえねえ、なんだそれ、いつの間に代表扱いになってるんだ。え？そうそう、幽霊屋敷。木蓮館か。全然気が進まないけど、放課後様子を見に行くか。なんでそんな嫌そうなのって。むしろどうして君はそんなに平気そうなんだ。はあ、さっさと帰って寝てたい。わかったわかった、文句言ってても意味ないし、さっさと言って断ってくるか。これが木蓮館か。
幽霊屋敷って言ってたけど、意外とマシだな。綺麗な廊下だ。練習室もありそうだし。へえ、結構ちゃんとして。言っておくが、今月中に実績が出せないなら出て行ってもらう。そんな殺生な。もうちょっと長い目で見ようよ。あれよ、メンバー集まりそうなんだよ。とりあえず二人。そんな話を何度聞かされたと思う。またその場しのぎの空手型か。本当だってば。確実、多分来る。ああ、いやでも無理かも。無理かな。どっちなんだ。取り込み中みたいだな。じゃあ俺たちはこれで。マジか、ちゃんと来たじゃん。えらいえらい、俺は確信してたぞ。よく来た。というわけで篠森、こいつが新しいオケのコンミスだ。一体何の冗談だ。二人とも普通科のようだが。普通科だっていいじゃん。ケチなこと言うなよ。新しいきらめきが眠ってるかもしんないだろう。寝言は寝てから言え。このスターライトオーケストラは国際コンクールの日本代表候補として育成されるオケだ。協会からもそういう条件で承認されているはずだが。ああ、もうこんなことくらい分かってるっての。ああ、というわけで君たちはお呼びじゃないんだ。さあ、出口はこちらだ。待った待った、国際コンクール出るからこそこいつが必要なんじゃねえか。意味がわからないな。コンクールの選考会にはあの月城慶がコンサートマスターを務めるグランツ交響楽団も出る。この子で月城に勝てるとでも思ってるのか。月城慶がこのコンクールに。やるじゃないか。この俺を熱くさせたやつは君が初めてだ。さあもう一曲。世界への道をかけて俺と勝負だ。そこ、何か都合のいいことを妄想でもしていないだろうな。こののほほんとした顔、とても勝てると思えん。月城君は全国のオケから有力な演奏者を引き抜いて、さらにグランツを強化している。スターライトオーケストラもグランツにメンバーを引き抜かれて解散になったくらいだというのに、憧れだけでなんとかなると思ってるなら大間違いだ。彼は協会の理事長を父に持つ生粋のエリート。その彼と渡り合ってコンミスをやる覚悟はあるのか。ほら、覚悟なんてないんで帰りますって言うなら今だろ。こらそこ、あっという間に折れるなよ。オーケストラやりたいんだろ。チャンスなんてそんな何度も転がってくるもんじゃないぜ。そりゃまあ普通だったら月城のグランツと競うとか正気の沙汰じゃないよな。何も持ってない普通の高校生じゃ同じステージに上がることすらできっこない。でもな九条、コンクールだったら正々堂々並べるんだぜ。今までの経歴がどうだろうと家柄がどうだろうと関係ない。同じステージの上で競える、あの月城慶と、それがコンクールだ。すっげーって指くわえて客席から見てたいんだったらそれでも構わない。でもお前みたいに今はまだ埋もれた演奏家ってのはこの世界にたくさんいる。そいつらと音楽作って世界を目指すことができるんだぜ。面白いと思わないか。音楽で世界。やるかやらないかはお前の自由だ。だけどやるんだったら俺がお前を世界に連れて行ってやる。世界一のオーケストラ作ろうぜ。
よっしゃ、いい返事だ。グランツは受賞歴豊富な月城系がコンマスで、うちは普通科がコンミスか。やる前から勝負は決まったな。ああ、もう受賞歴、受賞歴って。つまんねえこと言う大人になっちゃったな、篠森。名の通った演奏家を集めりゃそれで出来上がりか。オケはそんな単純なものじゃねえぞ。月城と同じ手で月城に勝てんのか。俺はこいつを信じる。こいつはあれだ、そんじょそこらのやつよりアホで不器用でついてないし経験もないが、そうだな、根性はあるぞ。まあ音楽監督はお前だ。好きにするといい。今月中に実績を出せなければクビになるだけだ。いやだからメンバー集めただろ、それが実績。になるわけないだろ。必要なのは活動実績だ。どのみち選考会に出るのに必要なはずだ。選抜という名目でアンサンブルでも組んでコンサートを開くことだな。当然コンサート自体が失敗ならそれまでだ。では私はこれで。いきなり最後通帳だな。背水の陣で挑むってのもおつなもんだよな。助けてくれるよな。な、いやー、九条くんありがとう。いや、俺はもうバイオリンは。この木蓮館補修するのに貯金全部使い果たして俺はもんなしなんだよ。俺とコンビス1年生2人を捨てちゃうわけ？見捨てないで。ああ、しがみつくな。わかった、わかったから。しめしめ。とりあえずバイオリン2人と俺がピアノでアンサンブルは組めるぞ。もう言っときますけど、俺だって成功するとはかけらも思ってませんからね。勇気を出して踏み出した小さい。待ってください。コンサートのために練習するんじゃないんですか？なんでこんな外で。練習室で完璧にしてからホールで披露ってが、甘い甘い。このスターライトオーケストラは全然無名、誰も知らないんだ。このままじゃいくら弾きこなしたって誰もコンサートなんて来ちゃくれないぞ。自分から客をつかみに行くんだよ。100回の練習より1回の本番って言うだろ。おまけにうまくいけばフラッと聴いてるやつの中から入団希望者が現れるかもしれない。さらに感動した客からは投げ銭だってもらえるかもしれないし、ああ、完璧な計画だ。先行き不安でしかないな。それでメンバー募集の上りなんて立てているわけですか？そういうことだ、明暗だろ。ほら楽譜は用意したから。モーツァルトの名曲ピアノ四重奏曲第2番だ。よし、じゃあ一発弾くとするか。
よし、今日はここでやるか。楽しまなくちゃね。わかった。次に行くか。君が分かった。やってみるさ。俺の音が会場に満ちていく。次だな。俺の独壇場ってか？任せとけ。大成功だな。君も晴れ晴れといい顔をしている。ついにやり遂げたな。九条、おお、やるじゃないか。すごいすごい。よしよし、ひょいっと引っ掛けた割には悪くないぞ。けどまだちょっと決め手にかける。次はインパクトのある演奏でズガーンと派手に決めてやる。え、そんなこと言われても一体何しろって言うんですか？やってみりゃわかる。よし、じゃあ実地で試してみるか。ここでやるか。君はちゃんと楽しまなくちゃね。まず足を止めてもらわないことにはな。次に行くか。分かった、分かった。俺の演奏がみんなの胸を打つなら。次に行くか。楽しまなくちゃね。了解。ちゃんと見てろよ。よし、盛り上げていくぞ。最後まで気抜くなよ。空に瞬く星々のように、全ての音を輝かせてやるよ。さすがだな。お客さんたちも大盛り上がりだ。よくやった、コンミス。コンプリート。おめでとうさん。
すごい。へえ。よしよし、完璧だ。こんな短時間で決めるとか、お前ら天才じゃないか。いやあ、素晴らしいメンバーがいて、先生は嬉しいぞ。スターライトオーケストラ、一体どういうことだ。お前、この間入部テストを受けに来た普通科じゃないか。スターライトオーケストラが一体どんなものか知った上でやってるのか。よくもまあ、イケシャーシャーと言えたものだな。無知なようだから教えてやる。スターライトオーケストラは伝説そのものなんだ。10年ほど前、全国コンクールの優勝者が各地から優れた演奏者を集めて作った合奏団がスタオケの始まりだ。お前みたいな思いつきで始めましたみたいな顔の素人がやっていいもんじゃないんだ。スターライトオーケストラの名前が汚れる。今すぐ解散するといい。なんだ、何か文句でもあるのか。こんな寄せ集めのアンサンブルでみっともない演奏するより、お前のためにもなるはずだろう。言いたい放題だな。行け、反論しろ。大きく出てくれるじゃないか。おい、そうだな、関わるだけ時間の無駄か。同じ名前とはいえ別物、所詮は普通科のお遊びだものな。はあ、清掃学院の音楽家ってのもプライドが高いね。先生だって卒業生でしょ。でもさ、俺の頃はもうちょっとふわっとしてたぜ。まあいいや、そろそろ日も落ちて腹も減ってきたし、解散とするか。初日としちゃ上々だ。じゃあお疲れ。はあ、結局何回引かされたんだ。ぶっつけ本番だし、どっと疲れた。悪いけど、俺は寄るところがあるから先に帰っててくれるか。いいよ、大した用事じゃないから。じゃあまた明日。あ、お帰りなさい先輩。ちょうどよかった、今カレーができたところなんですよ。駅の向こうのスーパーで鶏手羽がとっても安かったんで、贅沢に入れちゃいました。ほら、今日寮母さんのまかないお休みですしね。今日みたいな日はカレーって気分ですよね。初のバイト代も出たんで潤ってるんです俺。え？いや、苦学生ってほどじゃないと思いますよ。この寮、光熱費入れて月5000円で破格ですしね。あ、そうだ、先輩、福神漬けいります？らっきょうもありますよ。ぜひご堪能ください。けどよかった、今日は楽しそうで。ほら、なんか昨日は困ったような顔をしてたでしょ。謎のバスがとかつぶやいて。
新しいオーケストラ？すごいじゃないですか。よかったですね。先輩、もう一度オーケをやりたいって言ってましたものね。しょっちゅう夜まで上の練習室にこもって弾いてたし、よくあんなに頑張れるなって思ってたんです。そう言い切れちゃうのがかっこいいな。新しいオーケストラを作ってメンバー集めて世界一を目指すか。いいな。俺もやってみたいな。オーケストラで演奏。そのオケって俺とかでも入れてくれます？先輩のオケなら頑張れる気がするんです。ね、どうですか先輩。おっといけない、わかめスープが吹きこぼれそうだ。ちょっと俺こっちやるんで、先輩一休みしていてください。よし、今日はここでやるか。演奏聞いてくれるやつは多少いるけど、メンバーってのはなかなか集まんねえもんだな。町の姿勢じゃどうにもならねえな。よし、攻めに転ずるぞ。これぞというやつに声をかけるんだよ。そう、スカウトだ。メンバーになってくださいって声かけるんだよ。大丈夫、お前ならできる。いや、でもそんな勧誘声かけられたからって入るやつなんていますか普通。なーに、数打ち当たるさ。この辺には清掃学院の生徒もたくさんいるし、横浜天音もあるしな。さあ行け、お前の眼力で才能あふれる若者を見つけ出すのだ。運命を感じるって言ったら先輩信じてくれます？びっくりした。本当に街中で弾いてメンバー勧誘してるんですね。君は確か1年の鳴宮智春です。同じ寮ですけど、九条先輩とはあんまり話したことなかったですね。先輩とはとても仲良くさせていただいてます。先輩の話聞いて俺もオケやってみたいなって思ってたところなんですよ。学費と生活費稼ぐためにバイトばっかりして高校生活終わるのもつまらないし、先輩と一緒に世界のてっぺんを目指して頑張ってみたいなってね、先輩。よくやったぞ。お前に任せておけばこのオケは安泰だな。楽器はチェロか。この曲やるにもちょうどいいな。それに見ろ、こいつのポテンシャルの高さを。ポテンシャル？ほら見ろ、さっきからチラチラ道行く女子が見とれてる。こりゃお客さんがすげえ増えるか。よろしく頼むぞ、鳴宮くん。はい、若輩者ですが力を尽くします。ねえねえ、あれ？どうやるんだっけ？待て待て、ちょっとストップ。お前チェロ弾いたことあるんだよな。小学生の頃は習ってたんですけど久しぶりすぎてスカンと忘れてるみたいです。ブランクあると弾けないもんですね。自信満々に弾くって言ってそれか。
それでよく世界目指すとか言えたな。そんないいチェロ持ってるくせに。ああ、これですか？昔使ってたやつは家に置いて出てきちゃったんで、迷ったんですけど、ちょうどいいのを見つけたんで。って、お前、まさか今買ったのか？バイト代で学費も生活費も出してるって言ってたの。あ、苦しいですってば。だって楽器ないとオーケーできないんでしょ。それにしたってこんな高いもの衝動買いするなんて頭痛くなってきた。こりゃ育てがいがありそうなメンバーじゃないか、コンミス。精一杯頑張るんでよろしくお願いしますね、先輩。感じに成長しました。ここはもう少しビブラートかけてもいいかもな。あれ先輩、いつの間に。聞かれちゃうなんて恥ずかしいな。でも少し上達したと思いませんか。この間スパルタで鍛えてもらいましたから。子供の頃はそれほどチェロ好きでもなかったんですよ。やらされてる習い事って感じで。でもいつかもう一度頑張ってみたいなとは思っていたんです。先輩がオケ始めなかったら踏ん切りがつけられなかっただろうな。先輩のおかげでこうやってもう一度チェロに向き合えてよかった。あ、まずい、バイトの時間だ。じゃあ俺そろそろ行きますね。
世界一のオケか。コンミスの手腕に期待している。そろそろスーパー行くか。半額シールが貼られた頃合いだ。よかったじゃないか。バイオリニストなんだ。指を大切にしてくれ。この指からしか生まれない音楽があるのだから。自分好みに変えてみるといい。
君に音楽の祝福を。よかった。眠くれば寝てていい。着いたら起こすから。よかったじゃないか。少し日が落ちると。積極的に不快なことの一つだ。ここでやるか。次に行くか。俺のことだけ見ていてください。次ですね。
なかなかいい線いってるんじゃないか。嬉しいな。さあ、始めよう。わかった。それがいいと思う。次に行くか。次行ってみよう。まず足を止めてもらわないことにはな。音楽にまつわる思い出はいいことばかりじゃないけど、全て自分の糧になっている。よかった、あなたの心にも響いていた。ついにコンプリートですよ。うん、いい調子じゃないか。ちょっとずつ仕上がってきたな。今日はこんなところで練習しているのか。よっぽど度胸があるようだな。もしくは過剰な自信家か。率直に言って君たちの演奏は箸にも棒にもかからんレベルだ。音がバラバラで聞くに耐えない。この出来でよく恥ずかしげもなく大っぴらに演奏できたものだ。完成は遠い。そもその見込みがあるとも思っていないがね。先輩、大丈夫ですか？気を確かに持って。もうそんな嫌味言いに来たのか？げんなりしちゃうぜ。もうちょっと褒めて伸ばそうよ。あいにくそんなことに労力を費やせるほど暇人じゃない。ここへも君たちに一つ確認があって顔を出しただけだ。行動で本番相当のリハーサルはしたのか？どうせしていないんだろう。今日の16時半から予約しておいたから行ってみるといい。スターライトオーケストラのステージマネージャーとしての義務を遂行しているだけだ。まあこの役目からもあと半月を待たずして解放されるだろうしな。何しろ理事長は無駄遣いとただ飯ぐらいが何よりお嫌いな方だ。そういうわけで伝達はした。話は以上だ。私はこれで。すっかりおっかなくなっちまって。一言多いっつうか百言くらい多いよなあいつ。こうやって見てみると
講堂って結構広いんですね。入るの入学式以来です。2階に上がろう。オケ部の邪魔になったら何言われるかわからないしな。へえ、すごいな。あれがオーケストラ部か。ホルン、柿崎はタイミングが遅れてる。クラ、全体にもう少し前に出てきていい。あとビオラ、カバヤマ、弓使いが荒くなってる。何度も言わせるな。うひぃ、オケ部の方も鬼軍曹みたいなのがいるんだから大変だよね。じゃあもう一度、最後8小節いくぞ。ああ、さっきよりは良くなった。じゃあ一度通して。偉そうな口を聞くだけのことはあるんだ。龍崎か。あいつ去年のスタオケのメンバーだったんだってな。スタオケが潰れるときあいつもグランツから勧誘来てたっていうしな。え、じゃあどうして。お断りします。良いお話なのかもしれませんが、俺はよそのオケを潰して平然としてるあなたたちのやり方が許せない。仲間を裏切ってまであなたたちと音楽を作りたくはありません。とか言ってスカウトをバッサリ拒絶して大事件になったらしいぜ。おっとこまえ。へえ、龍崎先輩らしいな。なんだ、あいつのこと知ってるのか。子供の頃入ってたジュニアオケで一緒だったんですよ。いろんな地域から集まって長野で合宿するっていう夏休みだけのオケで。お前そんなのやっていたのにあんな演奏だったのか。はは、ここんとこずっとケースを開けることすらなかったもので。まあいいじゃないですか。すっかりいい感じに勘が戻ってきたわけですから。変わらないな。あの頃からそういう不正とか嫌いな人だった。めちゃくちゃ怖かったですよ、昔も。あの人がスタオケに入ったら面白いでしょうね。ですよね、先輩もそういうんじゃないかと思ってました。揉め事の種が増えるだけって気がするけどな。うん、そろそろ時間か。よっしゃ、リハだリハだ。サクッとやってさっさと帰るとするか。いつまでそこで見てるんだ。さっきからずっとこっちをぼんやり見てるだろう。信じられない長さだったけどな。目を開けたまま意識を失ってるのかと思った。放っておいたらバッハの無伴奏全曲聴くまで離れなさそうだったからな、君は。
本当に悪びれないな。呆れた。俺のを聞いてる暇があるなら、君も練習したらどうだ。遊んでいる場合じゃないだろ。なんだその不満そうな顔は。俺だって口うるさく言いたいわけじゃない。秋山先生に頼まれたからな。やむを得ず君の面倒を見ているだけだ。あの合格発表の日に隣り合わせてたのが同じ門下の生徒だったなんて。秋山先生は俺には恩人とも言える人だ。先生の頼みじゃ断れないからな。ん？なんだその顔。俺の練習は終わったのかって。ああ、今日の分は。そんなに根詰めても仕方ないし。なんで。出かけたって仕方ないだろう。特に面白いものがあるわけでもなし。部屋でゴロゴロしてる方がずっといい。金がもったいない。出かける労力も。俺は興味ない。せっかくの休日、学校にも行かないでダラダラしてられるんだ。部屋にこもってる方がいい。そうそう、諦めが肝心だよ。って、ちょっと待て。当然みたいな顔して、俺の部屋について来ようとしてないか？なんだ？その両手いっぱいのトランプにダーツに野球ゲーム。どこから用意したんだ？部屋デートに切り替え？そんな切り替えしなくていい。俺が出かけないって言い出すの見越して持ってくるとか。なんでそんなとこだけ用意周到なんだ。あのな、誰も何にも言わないけど、男子棟は一応女子は入るの禁止なんだけど。どこか遊びに行きたいんだろ？行ってくればいいじゃないか。俺はそういう遊びも興味ない。じゃあ。